桃太郎。むかしむかし、ある村におじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんが山へ芝刈りに出かけた後、おばあさんも川へ服を洗濯しに行きました。川岸でゴシゴシと洗濯していると、なんと突然川上の方から巨大な桃がどんぶらこと流れてきました。なんて見事な桃だ、おじいさんと一緒にいただこうと喜んだおばあさんは、桃を拾い上げ家に持ち帰りました。夕方、おじいさんが家に帰ると、おばあさんはすぐに川岸で拾った桃を見せました。見事に実った桃を見て、おじいさんも、これは珍しいぞと感心しました。桃の味が気になった二人は早速切って食べようとしましたが、不思議なことに、桃はまな板に置かれると、なんと突然ポンと割れて、中からおぎゃーおぎゃーと元気に泣く男の子の赤ん坊が出てきたのです。あー、びっくりした。なんてかわいい子だ。きっと子供のいない私たちへの神様からの賜り物だと、おじいさんとおばあさんは桃から生まれた子を大事に育てることにしました。その子は桃太郎と名付けられ、肉親のように深い愛情のもとで、すくすくとたくましく賢い少年に育ちました。桃太郎が15歳になった年のことです。海の彼方の鬼ヶ島に住んでいる鬼たちは、桃太郎の村に来始めて、お金や食べ物を横取る上に、村人たちに乱暴もしていました。鬼たちの暴行に憤った桃太郎は、ある日、おじいさんとおばあさんに、僕は鬼ヶ島に行って鬼を退治してきます。お母さんのきびだんごを持って行きたいので、用意してくれませんかと言いました。おじいさんとおばあさんは大変心配しましたが、桃太郎の真剣な眼差しを見て、やがて決心がつきました。桃太郎のために、おばあさんは日本一おいしいきびだんごを作り、おじいさんは刀を用意してあげました。旅の準備ができると、桃太郎は育ての親と別れ、鬼ヶ島を目指して出発しました。桃太郎が歩いて村外れに出たところ、突然一匹の犬が走ってきて、桃太郎さん、どこへ行きますかと尋ねました。鬼ヶ島へ鬼退治しに行くのさと答えると、犬は、では腰の袋に入っているきびだんごを一つください、お供しますよと言いました。犬の願い通りにきびだんごを与えたら、家来が一人できました。もうしばらく前へ進むと、今度は猿に出会いました。鬼退治の件を聞いた猿も、桃太郎にきびだんごを一つもらい、彼の家来になりました。さらに海沿いへ向かう途中、今度はキジが飛んできました。きびだんごを食べたキジも桃太郎についていくことにしました。めでたく三人の家来を手に入れた桃太郎は、家来を率いて船に乗り、鬼ヶ島へ向かっていきました。鬼ヶ島に着くと、桃太郎一行は早速鬼のお城に駆け込みました。中では鬼たちが人間の村から奪ってきた食べ物で宴会を開いている最中です。お前らをやっつけに来たのだ、覚悟しろと桃太郎が叫ぶと、一行は一斉に鬼に飛びかかりました。日本一のきびだんごを食べた桃太郎たちは
100倍も強くなっています。鬼を次々に倒していき、最後に残ったのは鬼の大将ただ一人となりました。桃太郎は刀を振りながら鬼大将に飛びかかり、犬はその足に噛みつき、猿は手で殴りつけ、キジは体中をつつきまくります。鬼大将はあまりの痛さに倒れて、もう人間を襲ったりしない、財宝も全部やるから助けてくれと叫び降参しました。見事に鬼を退治した桃太郎一行はたくさんの宝物を持って村へ帰りました。その後、おじいさんとおばあさんと末永く幸せに暮らしたとのことです。好，那我们现在可以阅读看看这个桃太郎在日本所有人知道的这个故事，经典故事哈，它内容是什么样子呢？第一页的要点，我就是抓一些重点来解释哦。昔昔，就是所谓从前从前，很久很久以前，这个就是一个最经典的说法。昔，第一个一个字。就可以表示从前很久以前的意思，但是两个叠起来的时候有更强调的作用。好，那再来呢？来到这边山へ芝刈りに出かけた後，这个文法就是出かけます，出去，出门，然后呢用他心加後就变成出去了之后的意思哦。好，那再来呢？洗濯しに行きました。洗濯就是洗衣服的意思。如果要把它变成动词的话呢，洗濯します，对吗？那再来呢，动词ますし，ます的部分拿掉，再来加个に行きました，就变成表示目的的意思。意思就是去洗衣服，是这样的，文法的结构哦。所以呢，你的前面是目的。好，再来，川岸でゴシゴシ。ゴシゴシ就是擦某一件事情，磨某一个东西。这个动作就是ゴシゴシ。通常就是用刷子或是用手这样子擦或是磨的这个动作用ゴシゴシ哦。例如，你用力刷牙，ゴシゴシ歯を磨く，可以啊。当然不要这样子做，但是也可以用这个单字。然后呢，那个洗衣服也是这样子，用力的擦，那就是可以用ゴシゴシ。OK， 好，再来这边提到的なんと，なんと就是竟然怎么样，是接下来谈到让你惊讶的事情。好，再来呢，巨大な桃，巨大也可以，或者是更白话一点，就是大きな桃。很大的桃桃，是这样吗？都可以哦。好，再来，どんぶらこと流れてきました。大概比较陌生一点的这个拟声语哦，どんぶらこ就是那个桃子在那个水中哦，雪上这样子游下来那种感觉哦，就是どんぶらこ、どんぶらこ。现在的生活几乎不会用到的拟声拟态语。不过呢，在桃太郎这个故事中，它是一个一定会出现的拟声拟态语，也可以说只有在这边出现的，也可以这么说。どんぶらこ、どんぶらこ。好，再来呢，なんて見事な桃だ。見事就是你看到某一个作品或者是某一个东西，觉得哇非常好看，而且是很精致。非常优秀那种的时候可以说見事。例如你观赏一个很有名的画，画家画的画，可以说見事な絵ですね。那有一些人做的陶器，見事な陶器ですね。見事な作品ですね。作品 你也可以这么说。然后呢，多么的地方就用なんて来表示的。好，再来，我们看看右边。一緒にいただこう。
いただこう是什么意思呢？换句话说，一緒に食べよう的意思哦。食べます的敬语就是いただきます。难怪我们就开口啊开动的时候会说いただきます。对，一样的动词出来的哦。好，再来呢，桃を拾い上げ。拾います就是捡东西的意思哈，捡。然后呢，あげる就是从地上这样子提上来，所以呢，拾いあげる就这个动作，复合动词。再来，这个也是复合动词哦，持ち帰ります，就是拿着带回家，所以持ち帰る。这个动词哈，会使用在餐厅或者是一些商店点餐的时候。持ち帰ります就是外带的意思。那个店员会问你说こちらでお召し上がりですか？你会内用吗？お持ち帰りですか？你外带吗？是这样子的。 OK， 好，以上就是这一页的要点哦。那我们看看下一个段落。